はい、皆さんこんにちは。今日の夕方動画はですね、キティガンダムの続きで、ね、やっていきたいと思います。まずはね、ちょっとヘルメット取っておきましょうかね。リボンもこっち付け直しておきましょうかね。キティちゃんにリボンがないとおかしいんでですね。はいはいはい、着ぐるみで頭取れたみたいになってますけどね、まあはい、で今日はね、何をやっていくかと言いますと、ちょっと首も外しておきましょうか。はあ、取ったぞみたいになってますけどね、はい、ちょっとかぶせとこうかな、はい、まあ今日は何するかと言いますとね、この足とこの二の腕というかね、こう なんか隙間空いてますでしょ。これがちょっとなぁと思うんですね。あとはこの何に使うか分かんないね、こうついてますんで、これ何に使うんでしょうね。あとはいいかな。あとはここプラバンでちょっと塞ぎたいですね。まあちょっとこう穴を塞いだりとかね、キティちゃんのガンダムで、固定いたしますので、それ不要な穴であったりとかね、こういうピボットっていうんですかね、こういうのをちょっと外して、ディテールアップパーツでね、ディテールアップしていきたいと思います。まずはですね、このいらないとこぶった切っていきますぶった切っていく作業多いでしょう、私。なんかで蓋しましょうかね。これちょっとね、腕もそうですね。じゃエポキシパテ先にましょうかね。はい、エポキシパテをどんぐらい使うか分かんないんでね、まあ、ちょっと多めにやっていきましょうか。はい、こんな感じでやっておきます。ちょっと先にね、直させてくださいね。でエポキシパテで穴塞いで成形ですね。はい、まあ、キティちゃん本気で作るってね、第1弾で書いておりますので、まあまあ本気っつってもね、プロモデラーの方みたいなね、すごい本気ではないですよ。私なりの本気でね、やっていただきます。でエポキシパテ、まあ皆さん知ってるでしょうけどね、指にこうやって水つけてからねやると、指にくっつきにくいんでね、作業しやすくなりますんで、水をね用意してやられた方がいいかなと思います。よ、はい、まあ、手にくっつくつかないよりもね、こう手が指が太すぎて作業、細かい作業あまりできないみたいなね感じになっておりますけどもはい、水つけて、でまあこの喋りながらね、ちょっと告知など、喋りながらというか作業しながらね、告知などさせていただこうかなと思います。はい、2020年のね7月24日過ぎてこれ見られてる方も全く関係ない話になりますけども、またね、3000人視聴者様ね、登録者様ですね、私のチャンネルの登録者様3000人突破記念って言ってね、ハゲさんの NT チャンネルデリンジャードットテルオみたいなところがね、ドットテンテルオみたいなところね、チャンネルのやつがね、お祝い自分のチャンネルでやらせてくださいということでね、ライブやったんですけども、はい、それのね、なんか味を占められたみたいで、その方がね、4000人超えてるのでやらせてほしいという話でしてね、はい、でまたライブしますのでね、ぜひね遊びに来てください2020年7月24日金曜日夜20時からやりますのでね、ぜひ、私もチャンネルじゃないですか、そのテルオっていうやつをチャンネルでいたしますのでね、はいぜひ遊びに来てください。でパテね、パテの話に戻りますけどね、パテやるときもこういうのでね、私よく
あれちょっとここ濡らしてここ置いときましょうか。なかなかねこうなんていうんですか、なんとかナイフみたいなの持ってませんのでね、これ朝食のやつでいつもやっております、整形はね。足なんでね、重くしといた方が安定がいいのかなと思いますね。詰めれるだけちょっとパテ詰めますけどもね、こんな感じで。よっ。まあ、そんなにね、こうシャッチョコバって違う、シャッチョコバってって分かるのかな。気合い入れてね、やるようなことでもないんで、パテ盛りなんかはね。よっ、こんぐらいでいいかな。このエポキシーパテって、まあ、なんだ、あの、モリモリくんとかね、と比べると削りにくいと思いますので、あんまりこう、大げさにね、盛らないようにした方がいいのかなと思います。まあ、引けもね、ちょっと出ますけども、それほど気にならない程度で、ね。あんまり後で作業しないでいいようにね持ってますけども、私はね、いつもこんな感じですね。はい。で、まあ、ちょっとライブの話にね戻らさせてもらいますけどね、ライブがまたね、尾形梨沙さんで綺麗なね女性の方が参加していただけるということでね、で、まあ、3000人のライブを見ていただいた方は多分分かると思うんですけど、尾形梨沙さん顔出しでねこうライブを多分してくれるんかな、どうかな、まだテロがお願いしてないんで分かんないですけどね。はい。で、ツイッターの方でもね、テロのツイッターの方でライブの告知をねもうすぐすると思いますのでね、そちらの方もご覧になっていただいて、で、まあ、テロがねプレゼントを出してくださいよちょうどなんで、また私の動画見ていただいてる方は知ってると思いますけどもね、昔作ったプラモデルを直しますみたいなね、こんな感じですね、動画で出したジムですね、プレゼントでね、当日応募プレゼントで出しますのでね、ぜひライブ遊びに来ていただければと思います。よっ、キティちゃんのねこのガンダムね欲しくてね、こう発売当初探したんですけど、どんぐらい前でしたかねこれ発売されたの、結構前ですよね。見つけた時は嬉しかったしね、服屋さんでねこうあるやんみたいな。よっ、パテ盛るようにこう真ん中筋貝みたいな入れてくれてるんでしょうねこれ、バンダイさん優しいんだか優しくないんだかよくわかんないですけどねまあなんか抜きが必要なんですかね、こう整形するときにね。まあこれキティちゃんのガンダムいくらしたんかな、2000円ぐらいしたんかな、これ HG やったらみんな切れてますよね、 HG でこれやったらなんでこんな穴開いとんねんみたいな話多分なると思うんですけどね、 SD だからみんな言わないのかな、どうなんでしょうねそこら辺は。バンダイさんどうなんですかこれ、やばくないですか2000円の切った穴開いてもまずくないですか、言う人いないですかねねえキティちゃんのところにお金がだいぶいってるのかな、そんな大人の話したらあかんのかなって思いながらねやっぱ作りますよね、皆さんもそう思いませんか、これなんかおかしいなって思いませんか、
2000円ですよ、このキット。思います。私はそう思います。あ、人の動画で勝手に口出すやつがいますけどもね。はい、まあ結局、まあ、あのタミヤの会長さんのバンダイではないですけどね、タミヤの会長さんのお言葉を聞くことがありましてね、その模型なんだからってね言われるんですね、タミヤの会長さん。だからやっぱりそういうこう遊びしろというかねを残してくれてるのかもしれないですね、バンダイさんも。そういう解釈にしときましょうか。はい、まあこんな感じで、あの適当にねやっとけばいいんじゃないかなって思うんですけどね、はい、あんな感じでいいんじゃないですかね。あんま見えないしね。で二の腕ですね、今度は。はい、二の腕ね、二の腕の肉を減らしたいって言ってる女子の方多いですけどね、男の人から見るとあんま気にならないんですけどね。どうなんでしょうね、あれもね。二の腕のね肉、それはそうあんま見ない、私だけですかね、あんま見ないの、あんま見ないんですけどね、気にされる女子の方多いですよね。まあでもこのガンダムの二の腕スカスカやとちょっとね困るんでパテ盛りますけども。これ反対側を見ながらねこうやった方がいいんですけどね、ちょっと多めに持っておきましょうか。ちょっと膨らんでた方がね、なんとなくキティちゃんっぽいかなと思いますんでね、ちょっと膨らましてやっときましょう。あ、多かった。ほら多いな。はいはい、これ半分ぐらいしましょうか。よし。まあ、ライブね、楽しいライブなればいいですけどね、そうそう、カントリーってね、そのカントリーボーイホビーチャンネルって私ね、仲いいやつおるんですけども、そいつが1000人行ったんですね。で、1000人行ってちょっとなんか、生きり出したんでね、生きてるねって昨日言ってあげたらね、すいませんって言って、生きてるつもりないですよって。言ってたんでね、皆様あったかい目で見てあげてくださいね。やっぱりね、1000人行くとね、私もそうでしたしね、その仲良くしてるそのテルオってやつもね、昔は2000人おりましたんでね、登録者様が、違うチャンネルですけどもね。まあ、その時、まあ、1000人いた時どうやったって聞いたら、やっぱ嬉しかったっていうことなんでね、やっぱうれしさでテンション上がっちゃうんですね。私ももちろんそうですよ、うれしさでテンション上がりますんでね。なんでね、ちょっと落ち着くまでね、あったかい目で見ていただければなっていう感じですけどね。はい、こんな感じでいいかな。ちょっとね、ちょっとポコンとなってる感じの方がキティちゃんっぽいかなと思います。でね、ちょろっと端で見えてたね、これね。これもついでにね、エポパテ作りすぎたな。はい。これもね、ちょっとこうここを塞ぐのにねやっておきましょうね。なかなかね、雨がねずっと降ってるもんですからね、まあ接着剤の乾きも遅いし、塗装もねあまりねがっつりできませんのでね、なんかこの間に面白いネタというかね、その面白い感じのプラモデル作ったりしようかなと思っておりますけどもね。
基本ね一年戦争が好きなもんですからね。一年戦争でなんかね面白いことまたできないかなと思ってるんですけどもね。まあちょっとねそのプロの方たちがやってるようなネタかぶせてやるとね、私たち素人はねできてねえじゃんってね皆さん言われると困りますのでね、なるべく被らないようにねプロの方たちとねやろうとは思っておりますがね。プロの方たちって私まあ昔ねオークションで、ガンプラ売っておりましたけどもね、それこそ17、18年前ですね売ってましたけども、その時も調べましたけどプロの方って納期がね2週間ぐらいしかないと、下手したら10日ぐらいしかないと、でその10日ぐらいしかない間にそういうねハイクオリティなものを作ってね雑誌に載せるようなものを作って皆さんにお見せしてるっていうことなんでね、すごい技術とすごい集中力じゃないんかなと思いますね。なかなかね、まあ、乾く時間もいりますでしょうからね、2週間っていうと、まあ、私の経験だけで言うと色乾くのにそんぐらいいりますからね。ちゅうことは1日で色塗ってしまわないと納品できない状況でしょ。なかなかハードですよね。1日で基本作業を終わらして改造を終わらして色を塗るまでやらないと2週間後の納期に間に合いませんよっていうふうになると思うんですけどね。プロの方はまた違ってなんかその塗料のね乾く時間というかを短縮できるようななんかノウハウみたいなのあるんかもしれないですね。でないとね説明つかないですよね。色をちゃんと、まあ私のフルアーマーガンダムのね総集編っていうのを見ていただいたら分かるんですけど、色って乾くまでに2週間いってそっから落ち着くまでに多分1回ずらいいるんですよね。そういうのをクリアできるっていうことでしょうからね。はい、ジヤマの方のパテモリも終わりましたね。どうしよっかな、パテ余っちゃったな、何しましょうかねもったいないですよね、パテ余ったらね。どうしようかな、なんかしようかな。あ、そうだ、いいこと思いついた。このね、このジブル、いや視聴者さんからねジブル洗脳みたいな感じのねコメント来たんでね、ジブル作ったんですよ私で、作ったというかできるようにね改造というかね改造なんかほぼしてないですけど、ぶた切っただけですけどね、ぶた切って穴開けただけですけどねここの隙間も埋めといてあげよう、かわいそうだからね。まあ、パテってねなかなかこう私はね使う機会はそんなに多くないもんですからね。いや、パテも面白いんですけどね、エポパテで昔ね正直そのエポパテでねなんかこう作ったりとかしてましたんでね、いろいろそういうのも面白いんですけどね、粘土細工みたいでね、あまりこう面白い、そう人が見て面白いかなって思いましたんで YouTube ではあまりしませんけどね、そういうの。まあ粘土なんでね、幼稚園児でもできますんでね、エポパテなんか幼稚園でやるでしょ、粘土細工あれと一緒なんでねエポパテで作ってすごいでしょうっていうこともあまりねないと思うんで、Google からね、Google さんからね、こう人を感動させるような動画を作るの頑張ってくださいみたいな来るんですよ。
クリエイターで、あなたはクリエイターですって来たんですね、Google さんからね。その時に人を感動させる、人に参考になるような動画を作りに励んでくださいみたいなメール来ますんでね、あ、そうなんやと思ってね、なるべくね、私なりにね、皆さんのこうお役に立てるようなホビーライフがね、簡単に楽しくできるような感じで動画作ったつもりなんですがね、いかがでしょうかね、お役立ってますかね。お役立ててると嬉しいんですけどね。はいはい、ここもね蓋しとこう、ここ蓋してね中これ3ミリの穴開いてないとダメなんでね、つまようじでね中の成形もいいよ、こんな感じでいいかな、はい、お水をつけてなかった、水をつけてなかったらこんなことになりますんでね、気をつけてくださいね皆さん。はい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 、まあ、もう一回ちょっと盛りましょうか。あ、そうそう、私昔ね、そのエポパテで、あれ YouTube でも出したかな、なんかちょっと出してたような記憶があるの、YouTube でもちょこっとエポパテ使ってた時があるかもしれないですね。その時にね、使ってたというか作ってた、なんていうんですか、ジグというかが、こう爪楊枝に瞬間接着剤を染み込ませるんですよ。そうするとこうね、これ染み込ませてると水つけないといけないんで、水つけてね、こう本当はこうやるんですよ、ペタペタ先やったでしょ、 あれじゃなくて本当はこう爪楊枝回しながらこう平面出すんですよね、本当はこんな感じですね、こんな感じですね、はい、でこれが結局水含んでしまうとだんだんね弱くなってくるんで、水が浸透しないようにね、これに瞬間接着剤こう塗ってあげるんですよ、薄く。そうするとね、エポパテとかするとき便利な爪楊枝になり、便利な爪楊枝じゃないな、道具になりますんでね、はいこんな感じで、エポパテまだ余っちゃった、どうしよう、なんかないかな、あ、レイズの内側すいませんね、キティちゃんって多分サムネ書いてるんですけどね、いろんな人出てきますね、はいこんな感じでね、夕方動画はグダグダやりますんでねお付き合い願えたら嬉しいですけどね、内側なんか穴開いておりましたんでね、はい、ちょっとやってみましょうか。そうそう、セカンド V かな、V ガンダムのセカンド V 作った時もね、こういう感じでやりましたけどね、爪楊枝でするんですよつって、またこれでやってますねまあね、使いやすいんでねこれ、はい、よし、じゃあ平面出しましょうか、爪楊枝でね、せっかく言ったからね、まあこんな感じですね、圧着させてこうやると、ほら余計なとこ取れるでしょ、でもこうちぎってしまうと、ほら簡単でしょ、爪楊枝ですると、こんな感じですね、爪楊枝でするっていうのはね、これね、なんか言ってる方少ないですね、これ実はあれなんか言ったらあかんこと言おうとしてる、もしかして、まあ人それぞれねやり方がありますんでね、まあ、あれこれアメリカの方のね、こういうの作る方からすると多分常識
なんですけど、日本やと、まあ、道具がね進んでますのでね、あのどす、いや進んでるのかな、まあなんかまあいいやどうなんだろうねえ皆さんね、どうなんでしょうねまあ常識です。アメリカのそのこういうねパテ持ったりする、方は爪楊枝でやられるね、模型のですねパテ持ったりする方は爪楊枝するのね、よくしてる方がねいますよという話にしときましょうかね。じゃあ、はい、もう一回いきますよ。ほらグリーってグリーってこう回しながらねグリーってやるとほら取れて簡単でしょ。どうですか。はい気使うわねえレズナー他にあるかな、なんかまあまあ、 あの国家ごとは変えるんでね、まあまああたいいかな。まだ余っちゃうっすね。あと何しようかなよし、なんかどうしよう、足らんと。まあこれはあの目の前にテローがいるんでね、テローにあげましょう。はい、あげる、はい、食べていいよでまあ、エポパテはこんな感じですね。はい、次はね、このここら辺の処理ですね、やっていきます。ね、穴ふさぎ、ことぶき屋さんのパーツで使ってやっていこうかと思います。ちょうどいい大きさがどれかな、こんな感じ、これでいいかな、これ使いましょうかね。これはね、キティちゃんはね戦いませんで、シールドもビームライフもビームサーベルもいりませんみたいなね感じでしょうね多分ね。はい、ではまあ流し込み接着剤ですね。で、感じでいいですかね。はい、よそうそう、昨日ねあのサブチャンネルで作ったね髪飾り、え？なんだ？髪留めをねあのお店に忘れてたんで持って帰ったんですよ。娘がねあの欲しがってくれてね、娘が使うことになりました。嬉しかったですね。ここら辺もバッツリ切っていきましょうか危ない危ないはい、危ない抜いとこうえいあらいえいこんな感じでねいいじゃないですかねいいよ。まあなんか喜んでね、うちの娘もねこの間就職いたしましたのでね、会社につけていくよみたいな話をね、通勤の時ですね、髪の毛ちょうど髪の毛短くしたところだったんでね、前髪留めるのに欲しかったらしくて使ってくれるとのことでしたね。またねなんか機械があればねレジンで、まあ、作ろうかなみたいなね思いますね。
レジンやっぱ娘もレジン好きなんでね結構作ってるんですけど、娘はあの装飾品というよりはキーホルダー作ったりとかね、そういう方が多いんでですね、またあのサブチャンネルでもしかしたらあの皆さんにねそういうのもお見せできるかもしれないですね、娘が作ってるところね、はい、どれしようかな、これしようかな、これしよう、手はこの蓋みたいなねやつでしましょう。息子娘一人ずついるんですけどもね、あの息子と基本息子とこう趣味があって遊ぶのかなと思ってたらね娘の方が趣味合いましたね、まあ息子ねゲームばっかりしてますんでねよし、ちょっとオーバースケールやけどいっか、こんな感じでね、はい、取っ手つけた感がいいなこれでね、こういうモールドを今日はねこれキティちゃんなんでね、これ以上こうつけるだけで終わらせますけども、これをね目立たなくさせるっていうね方法もあります。目立たなくというかね、浮いたように見えないようにさせるっていう方法が、まああのご存知の方もいるかもしれないですけどね、これ成長乾いたらこういう、精米同士みたいなので周りをちょっとこうやって掘り込むんですね、こう、そうすると下のパーツから生えてるみたいに見えますんで、あの一体感が出てね、あまりこう浮いた感じになりませんのでね、もしあのこういう鉢つけて気になる方はね、そういう加工を一回してみてはいかがでしょうか。はいキティちゃんなんてしませんけどもね今回はね、いやはいはい、えい抜いてね、またバツッと切りましょうか、えい、この間もねなんかあの、まあ、ライブの話ね、3000人の記念ライブの時に話戻させてもらいますけど、なんかテルオがね一生懸命やってくれて、私のプラモデル欲しいって言ってくれる方がね300名を超えたという話で、ありがたい話ですね。でまあその4000人のライブもね急に言われましたんでね、私テルオになんでね、出来合いのものしか皆さんにお渡しできないというか時間的にですねできないんで、あれですけど次はねなんかこう時間があればリクエストいただいてね、まあ言えばそのオリジンガンダム欲しいよとかね、こう投票してから、投票してもらってからみんなに欲しいキットで、それを作ってプレゼントってした方がね多分欲しくもないものもらってもねしょうがないんで嬉しいかなと思いますけどね、できればそういう感じで次はね、次というか機会があればね、やってみたいなと思いますけどね、いかがでしょう皆さん。はい、こんな感じで、まあキティちゃんが武器持たないとのことでしたので、武器を持つハッチであったりね、なんか隙間空いてるところっていうのをちょっと加工してみました。もう時間もね30分超えておりますので、本日はこの辺でお開きとさせていただきます。はい、それではね、この動画面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければサブチャンネルの登録もお願いいたします。それではさよなら。